銃器対策課と税関を動かし、130キロの覚醒剤を国内に入れることに成功した岩下に、稲葉は次の段取りのため電話を入れます。しかし岩下の携帯電話は解約されていて連絡がつきません。自宅に行くと車はあるが全く帰ってこないのです。しばらくすると岩下に紹介された関東のヤクザから稲葉に電話が入ります。香港マフィアから連絡があって、覚醒剤130キロを石狩に入れたと言っている。稲葉さん、これはどういうことだ。岩下と一緒に動いていたと思っていたそのヤクザは、計画の実行を聞いていないというのです。香港に覚醒剤密輸ルートを持っていたのはこのヤクザだったはず。あんたが手配したんじゃないのか。俺も稲葉さんも岩下に出し抜かれたんですね。関東のヤクザは岩下に香港マフィアを紹介したそうなんですが、岩下はそこからヤクザに黙って自分だけで香港マフィアと密輸の計画を進めてきていたのです。計画の最後に拳銃を200丁入れて中国人を逮捕させる計画も嘘だったのです。岩下は全員を騙し逃亡しました。しかしこれだけでは終わりませんでした。関東のヤクザは、稲葉さん、岩下に覚醒剤入れさせたんだから俺にもお願いしますよ。大麻を2トン入れたいんだと言い出しました。岩下に騙されて200丁の拳銃と中国人の身柄は入ってきません。後に引けない稲葉は関東のヤクザに、大麻を入れたら銃と身柄は用意できるのかと尋ねると、銃は持ってこれるが人に捕ませてその人間を逮捕させることはできないと言われます。身柄は無理としても銃だけは入れられる。稲葉はこの新たな取引の話を上司たちに報告します。この時点で銃器対策課は覚醒剤密輸の手引きをしたという弱みを関東のヤクザに握られています。取引を断ればこの事実を暴露されかねません。拳銃が入ってくるならやるしかない、これ以上はやばいだろう、もうやめよう。上層部の意見は分かれました。結局断ってこいという片山次席の命令を受けて、稲葉は関東のヤクザに会いに行きます。しかしこのヤクザがただで引き下がるはずもありません。稲葉は土壇場で、上司に断れと言われてきたが、そんなことができないことは俺も分かっている、俺が何とかするから大麻を入れてしまえ、その代わり銃の件は絶対頼むぞと伝えたのです。1回目の覚醒剤密輸から4ヶ月が経過した頃、かくして末端価格60億円にもなる2トンの大麻を積んだ貨物船はシンガポールから石狩新港に入港しました。稲葉は上司にひどく叱責されますが、来ちゃったもんはしょうがないでしょう、130球入れたのバラされますよと開き直ります。しかし前回同様、銃器対策課に出向していた税関職員に話を通していたはずですが、どういうわけか大麻の入ったコンテナは保税倉庫に移されてしまいます。税関の中にはこの計画に反対するまともな職員もいたのでしょう。なんせ130キロの覚醒剤の失敗の後に大麻2トンです。無理もありません。結局出向職員の説得もあって、2日後に大麻入りコンテナは通関することができました。2トンもの大麻がヤクザに渡ったのです。その後、取引条件の銃を入れるまでにもう少し税関には付き合ってもらわなければなりませんが、まずは130キロの覚醒剤と2トンの大麻を通関させてもらった借りを返すために函館税関に花を持たせなければなりませんでした。稲葉や銃器対策課の上司たちが違法にロッカーでストックしていた欧州拳銃を持ち寄り、小樽港に停泊していたロシア船籍の貨物船に仕込んだのです。そうした上で、ロシアの貨物船が拳銃を隠しているという匿名の電話を函館税関が受け、北海道史上最多の一度に20丁もの拳銃を銃器対策課が摘発しました。その情報をもたらした函館税関が大きな手柄を上げるという流れを作ったのです。こんなでっち上げのやらせ事件が本当に実行されたのです。ロシア船の船員たちは全く身に覚えのない容疑で連行されますが、その後罪には問われず釈放されています。しかし彼らは日本への入国許可が1年近く下りなかったそうです。むちゃくちゃです。平成13年に入り、ここまでしてきた銃器対策課は特殊な捜査への意欲がしぼんでいきます。
4月の人事で稲葉は銃器対策から生活安全特別捜査隊へ移動。片山自責や泳がせ捜査に関わっていた上司たちも他部署へ移動していきました。中核メンバーがバラバラになり、捜査の継続も難しくなっていきました。稲葉のこれまでの生活と破滅までの道のり。稲葉は岩下を S として使っていましたが、先にも解説した通り、 S から情報を仕入れ押収する拳銃を彼らから用意してもらっていた稲葉は S の違法行為には目をつぶっていました。捜査のためとはいえ、複数人いる S とはいわば共犯関係のような状態にありました。130キロの覚醒剤密輸で岩下が失踪する1年前の話です。岩下は東京から覚醒剤を仕入れ、新千歳空港で降り、市内までの送迎を稲葉に頼みます。違法なものを運ぶときにおいて一番のリスクは不審車両への職務質問です。しかし稲葉の車、覆面パトカーを使えば職質されることもなく安全確実に運べる。岩下は稲葉のエスとして利用されながら、しっかり稲葉たちを利用していたのです。この時稲葉は意図していなかったものの、覚醒剤の運びを手伝ったということで報酬を得たのです。これをきっかけに稲葉は刑事であることを利用して薬物密売に手を染めていってしまいます。稲葉の行っている特殊な職務の性格上、たくさんの S を抱えていなければなりません。現場の刑事には捜査費などがほとんど降りてこなかったので、自腹でやりくりしていましたが、借金をすることもままありました。 S との関係を保ちながら情報を仕入れ成果を上げるには金が必要だったのです。そして今までの数々の違法捜査を行ってきた銃器対策課にあって、稲葉の感覚も正常ではなくなっていきます。最初は岩下たちが東京から持ってくる覚醒剤を運んだり預かったりする程度でしたが、とうとう稲葉が直接ヤクザに注文を入れるようになります。仕入れた覚醒剤を岩下やエースたち6人ほどに裁かせ、その売り上げの一部を受け取っていたのです。このことで稲葉の生活には余裕が出てきて、エースたちとの飲食代や高級会社やバイクの購入、2カ所持っていた稲葉のアジトの家賃に充てました。銃器対策課にいながらこんなことができたのは、家宅捜査や捜査などほとんどなく、S たちを使って拳銃を提出させればいいだけの仕事になっていたからです。銃器対策課の上司たちも、稲葉の S たちのことは稲葉から報告を受けていたので、大方は把握していましたが、まさか稲葉が中心となって覚醒剤を密売するとは思っていなかったようです。しかし、銃器対策課と S たちとのズブズブな関係、摘発のためとはいえ、常軌を逸した捜査方法に不安を感じていた上司たちは、移動で銃器対策課を離れれば、それまで利用してきた S たちとの関係を断ち切ろうとする人ばかりでした。そんな上司たちの態度の変化に敏感に反応したのが渡部誠でした。稲葉は銃器対策課から生活安全特別捜査隊へ移動になり、刑事から警部へと昇任しました。50歳以下で警部に昇任した者が行く東京の警察大学校で3ヶ月間の研修を稲葉が受けている時に、銃器対策課の上司だった者から連絡が入ります。誠の話聞いてるか。誠が片山さんを脅してるらしい。稲葉から何とか言ってやってくれと言ってきます。稲葉の最も近くにいた S、 弟のように可愛がっていた誠が銃器対策課を離れた稲葉の上司片山を脅迫しているようでした。稲葉は誠に電話しますが、一向に連絡が取れません。どうせまた金に困って悪巧みして騒いでるだけだろうと思い、知人に頼み誠に30万円を渡し、おとなしくしてろと伝言を伝えていました。しかしこの時期から誠は少しずつ様子がおかしくなっていったのです。平成13年8月、警察大学校での研修を終えた稲葉を迎えに行ったのは誠でした。その時は特におかしな素振りを見せることなく、稲葉をアジトまで送ってくれました。ところが翌日、稲葉が生徳隊本部に出勤すると、誠が片山を脅した件が深刻な問題になっていました。誠はかなり執拗に脅しをかけていたようで、銃器対策課から小樽署の副署長になった片山に頻繁に電話をかけているとのことでした。きっかけは、
小樽署の副署長になった片山に誠が挨拶に行ったことでした。昔の吉見もあり、中古車販売業をやる上でも警察とのつながりを続けたかったのでしょう。しかし片山は挨拶に来た誠に対して、俺はもうお前らとは関係ないんだと吐き捨て無限にしたと言います。誠は今まで自分たちを利用するだけしてたくさん協力してきたのに、署長になった途端これですか。頭に来た誠は、これまでの銃器対策課の違法行為を検察に告発してやると脅し始めたのです。片山は気の弱い人間でした。誠からの必要な脅しで彼は精神的に参ってしまい、元銃器対策課の面々に助けを求めていたのです。そしてその責任を稲葉一人が取らされることになるのです。聖徳隊隊長から呼び出された稲葉はいきなり配置替えを命じられ、生活安全部の参事官が待つ道警本部に連れて行かれてこう言われます。誠はお前のエースだろ。あんな男をエースとして使って何を考えてるんだ。誠をエースとして使っていたのは事実ですが、それは稲葉をはじめとする銃器対策課の上司たちも含めた全員なのです。稲葉が銃器対策課を離れてからも上司たちは誠を使い銃を運ばせていました。参事官の稲葉への不満はやまず、俺はお前が夜に捜査をやってるのが気に食わなかったんだよな。お前の存在が目障りだったんだよ。お前が警察を辞めればみんな喜ぶんだよ。そして最後に、お前は今後拳銃の捜査はもう一切やるな。もう何もやらなくていい。と言われます。稲葉はこれまで警察組織の要求に応えるため危ない橋も渡り、100丁以上の拳銃も押収してきました。その実績と警察官人生を全て否定され、根本からひっくり返されてしまったのです。新しく稲葉に与えられた仕事は、化粧品の商法法違反や参拝の不法投棄取り締まりなどの全く勝手がわからないものばかりでした。それでも腐らずに職務にあたり、S に参拝の情報などをもらい、報告書にまとめて上司に提出しますが、何一つ取り上げてくれません。稲葉は組織から完全に拒絶されるようになり、最後はサッカーワールドカップの警備係として駆り出されるまでになります。いろいろな思いが駆け巡り、稲葉は絶望的な気分に陥りました。もうどうでもいい。自暴自棄になった稲葉はアジトに戻ると、密売用に置いてあった覚醒剤を手にします。警察官として、いえ、人として越えてはならない一線を越えてしまうのか、少しばかり考えますが、とうとう稲葉は覚醒剤を使用してしまいました。さっきまでの鬱屈した気分が一気に吹き飛び、恍惚感に満たされる。最初のうちは炙って吸引していたのですが、誠に注射器で打ってもらってからはその激しい恍惚感から抜け出せなくなっていました。日常的に覚醒剤を使用しているため食道が細くなり声が高くなります。さらに瞳孔が開いたままのため目がキラキラと光ります。職場の人間なら稲葉の変化に気づいていたはずです。それでも稲葉は職場には出勤するのです。しかし出勤したところで仕事を与えてもらえないので、しばらくするとアジトに帰り、また覚醒剤を打つ。そんな毎日を続け、記憶も飛び飛びになっていきます。警察としての仕事がないから S にも仕事が回せない。それまで頻繁に会っていた S たちとも疎遠になっていきました。半年間そんな生活を送っていた稲葉は、覚醒剤が切れるといつ死のうか、どうやって死のうかばかり考えるようになり、さらに覚醒剤の量も増えて廃人のような生活を送っていました。その頃、知人や S たちから誠のことで連絡が入ります。誠の様子がおかしい、付き合わない方がいい。借金癖のある誠はあちこちで借金をしていましたが、取り立てに苦しみ追い込まれていたようです。返済を促すと殴りかかってきたといいます。一方で誠は小樽署の副署長になった片山への脅迫を依然として続けていました。稲葉が何を考えてるんだ、もうやめろと言っても誠は聞き入れません。この件で親父に話すことはありませんと言います。誠は
銃器対策課の稲葉や上司たちに対して今までの捜査協力への見返りがないことへの不満が噴出したのでしょう。以前銃器対策課の上司が誠に拳銃100丁持ってこれたら1000万ぐらいポンと出るぞなどと言っていたことや、自分の目の前で130キロの覚醒剤や2トンの大麻の密売が行われた。誠にしてみれば、付き合いは長いのに自分だけ儲け話に乗れていない。自分はたくさん銃器対策課のために動いてきたのに、その貸しを金で返してもらおうと思い片山を脅し続けていたようです。しかし片山や銃器対策課から金を引っ張ることはできませんでした。借金で追い込まれていった誠は鬱状態になっていき、死にたいと口にすることが多くなっていきました。稲葉も仕事への意欲を失い、自身が覚醒剤に溺れる中で、そんな状態の誠を気にかけてやることができなくなっていきました。稲葉が仕入れた覚醒剤を使ってしのぎをしているエスたちに物を届けるために誠に迎えに来てもらいました。その車中で誠は稲葉から金を借りようとします。親父、400万円貸してもらえませんか。400万円なかったら自分は死んでしまいます。これに稲葉は、死ねばいいじゃねえか、400万なんて金はねえし、いつまでも甘えてるんじゃねえ。誠のいつもの泣き落としに稲葉も決まった返事をしました。その返事を最後に二人の会話はなくなり、稲葉は黙って車から降りました。これが誠と会って交わした最後の会話になりました。平成14年7月5日、誠は覚醒剤 0.123g を持って札幌北警察署に自ら出頭し逮捕されたのです。そして稲葉の覚醒剤密売と使用を告発します。この告発は警察の取り調べの場ではなく、逮捕から3日後、地裁の交流尋問に移ってから直接裁判官に告発しているのです。服役経験のある誠は分かっていました。警察の取り調べで稲葉のことを告発しても組織にもみ消される可能性が高い。確実に稲葉のことを告発するために地裁に行くまで黙っていたのです。しかし稲葉はまさか自分が告発されているとも思わず、誠が出頭したことを聞いてからも危機感なく食事に出かけ、いつものように覚醒剤を売っていました。そればかりか、散々利用してきた誠を切り捨てた銃器対策課の態度に疑問を抱き、誠の暴露によって自分ではなく上司たちが大変な目に遭うだろうと考えるぐらいでした。誠が地裁で告発したその日の夕方、稲葉は銃器対策課だった時の自席、脇田から食事に誘われます。銃器対策課時代は稲葉のことを一番気にかけてくれた人物です。その日はたわいのない話をしただけで、誠の話もほとんど出ませんでした。しかしこの時、同日の誠の告発を受け、薬物対策課の課長となっていた脇田は、稲葉を逮捕する指揮を取ることになっていたのです。食事と言いながら稲葉の様子を見に来たのでしょう。稲葉の顔を見ればすぐに覚醒剤使用に気づいていたはずです。それから2日後、生徳隊の副隊長から会議室に呼ばれます。会議室には生徳隊の幹部が全員揃っていました。席に着いた稲葉に幹部たちは、そこでちょっと待っててくれと言い残し、全員が会議室を出ていきました。すると次の瞬間、大きな音を立ててドアが開き、捜査員 5,6 人が一気に会議室になだれ込んできました。稲葉、お前にガサ状が出ている。 5,6 人の捜査員の中には銃器対策課時代に一緒に自作自演で拳銃を押収していた仲間もいました。稲葉はこの前日にも覚醒剤を使用していたので、病院で行われた尿検査で当然陽性反応が出ました。覚醒剤使用で逮捕する。稲葉は妙に冷静に動揺することなく懲戒免職と書かれた書類にサインをしました。平成14年7月10日、稲葉は26年間の警察人生を終えたのです。拘置所に移送される頃、覚醒剤も切れて禁断症状に襲われた稲葉は、組織に迷惑をかけてしまった、死ななければと考えるようになり、拘置所で2度自殺を図りますが未遂に終わっています。稲葉の容疑は
覚醒剤取締法違反の覚醒剤使用と営利目的所持、さらに銃刀法違反となる拳銃所持です。取り調べでは概ね容疑を認めましたが、これまで捜査に協力してくれた S たちには迷惑がかからぬよう神経を使って供述しています。供述の中で稲葉が最も恥じて認めたくなかったのが、自身が覚醒剤を使用してしまったことでした。密売は捜査に協力してくれる S たちのためには仕方がないことだと思ってやってきました。しかし使用に関しては、これまでの警察人生で覚醒剤使用者を何人も逮捕し、その度に何をやってんだと叱ってきた自分が同じ罪を犯してしまったということを世に知られることが耐え難い事実だったからです。誠から必要に脅迫を受けていた片山は、誠の告発により道警の監査官に事情を聞かれていて、これまで銃器対策課が行っていた違法捜査を全て話さなければならない状態に追い詰められていました。監査官から誠について質問されれば、銃器対策課がどのようにして誠を利用していたかも話されなければなりません。さらに逮捕された稲葉が全部暴露してしまうかもしれない。そんな状況の中、何時間も続く厳しい取り調べで精神的に追い詰められた片山は、稲葉の逮捕から3週間後の7月31日、札幌市南区の公園のトイレで首を吊って死んでいるのが発見されました。自殺した当日も事情聴取を受ける予定でした。道警にとって片山の自殺は都合のいい結果をもたらしました。道警や銃器対策課の上司たちは、問題となる違法捜査の責任を亡くなった片山一人に押し付けることで事件の幕引きができたからです。まさに死人に口なしだったのです。こんな上司たちを絶対に許さない稲葉は思います。片山の自殺から1ヶ月ちょっと経ったある日、拘置所に稲葉の弁護を担当する弁護士が接見に訪れました。稲葉は誠のことで自分の家族に伝言を頼もうと思っていたのです。自分が逮捕されてから誠がどうなったか、起訴されたのかどうかも分かりませんでした。先生、誠は私に400万円貸してくれと言っていました。それを私は断ったんですが、北海道銀行の口座に500万円残っていることを思い出しました。その口座のカードで400万円誠に貸してやってくれと女房に伝えてくださいと弁護士に言いました。すると弁護士は、ああ知らないんだと言うと、カバンから新聞の切り抜きを取り出し稲葉に見せました。記事は誠が拘置所で自殺したことを伝えていたのです。誠が死んだ。稲葉は一瞬放心した後、誠の死に方を尋ねました。片方の靴下を丸めて口に押し込み、片方の靴下を首に巻きつけ、歯ブラシを引っ掛け、その歯ブラシを絵にしてギリギリと巻き上げて窒息したそうだ。誠は確実に死ねる方法を知っていたのでしょう。その壮絶な最後に稲葉は言葉を失います。自殺の動機は分かりません。稲葉が誠の借金の申し出を断ってから署に出頭するまで2週間ありました。その間に誠が何を考えていたのかは知る由もありませんが、結果的に稲葉の覚醒剤使用を告発し、稲葉に恨みを抱いていたということになります。稲葉には誠を恨む気持ちは一切ありませんでした。自分のしてきたことはいつかこういう形で帰ってくると思っていました。しかし誠には何も死ななくてもよかったのにと思っています。稲葉の S にならなければ銃器対策課に関わることもなかったでしょう。捜査に協力してきたのに最後は切り捨てられ、絶望を味わうこともなかったはずです。稲葉は誠の死に責任を感じていました。平成15年4月21日、稲葉への判決が言い渡されました。懲役9年、罰金160万円。裁判長から、あなたは警察官として、人として道を踏み外した。残された人生を恥ずかしくない生き方をしてもらいたい。この言葉は稲葉の胸に染みました。公判中、弁護士とやり取りしながら、銃器対策課のこれまでの違法捜査や
拳銃押収捏造など関与した上司たちの名前も出して法廷で告白しました。判決では同刑の組織的関与には触れられることはなかったのですが、稲葉は自身の判決には不満はありませんでした。長期受刑者が収容される千葉刑務所で稲葉は警察人生26年間で狂ってしまった人格を少しずつ取り戻していきました。その最中、同刑の元幹部が裏金の存在を告白しました。稲葉たちが捜査費をもらえずに自腹で捜査費を捻出しなければならなかった原因です。本当は上から降りてきていた捜査費が同刑幹部たちが交際費などに使っていたのです。同刑は裏金疑惑を頑なに否定していましたが、この告発で裏金の存在を認め、北海道と国に9億6000万円を返還し謝罪しました。稲葉さんは平成22年6月に仮出所を許され、家族とも再会しました。最後に稲葉さんは、警察組織の中では真面目に捜査すればするほど違法捜査に手を染めていくこともあります、そして警察にいる限りはまともな人間に戻ることはできません、違法捜査を犯してもそれが実績となるなら黙認されてしまう、両親の呵責に苛まれ、上司に相談しても誰も取り合ってはくれないでしょう、そして組織は問題が発覚してから全力で事態を隠蔽しようとします。警察組織は自浄作用が働かない仕組みになっているのです。まともな人間に戻るには警察を辞めるしかない、これが私の実感です。二度と私のような大バカ者を出さないよう、組織はゼロからやり直してほしいと訴えています。自殺者2名、逮捕者1名を出した同刑銃器対策課に関わっていた幹部や上司の一部はそれぞれ出世していき、定年を迎え何食わぬ顔で生活しているとのことです。以上、北海道警悪徳刑事の告白、恥さらしの簡単説明でしたが、この本にはこの動画で話しきれなかった捜査や事件、裏話などがたくさん詳しく書かれています。ぜひお手に取って読んでみてほしいです。渡辺健太郎動画、ご視聴ありがとうございました。